ビは8日、ダヤン・ビシエド内野手35の今季限りでの対談を発表した。ビシエドは他球団でのプレー続行を希望しているが、現段階で獲得に興味を示すチームはない。中日で9年間プレーしたビシエドは2018年に首位打者と最多安打のタイトルを獲得し、日本人選手扱いとなっているが、今季はわずか15試合の出場にとどまっていた。ビシエドは、 10月6日の横浜 DeNA との最終戦のセレモニーにサプライズ登場して立浪監督と共に最後の雄姿をファンに披露した中日一筋で9年間プレーし日本人選手扱いとなっていたが今期はわずか15試合の出場に止まり球団は契約更新を行わず8日退団が発表された各紙の報道によるとビシエドはまだまだ現役でやりたい 来年は違うチームでプレーしたいと他球団でのプレーを熱望したという。だが、現段階で獲得に興味を示している球団はゼロだ。実は、今季からビシエドが日本人扱いとなり、巨人を自由契約となった一類種の中田翔を獲得したため、水面下でビシエドのトレードを画策していた。複数年契約の残った年俸が、移籍先のチームの負担になるため、 中日がその一部を肩代わりしてまで不良債権の処理に躍起になった一時ソフトバンクが興味を示したが具体的な交渉まで話は進まなかったまたファンは SNS で外国人選手の誤算が続いた広島が7月末の移籍期限までにビシエド獲得に乗り出すのではなどの憶測をかきたてたが実際は中日側に対してアクションもなかった 今季外国人の手が戦力とならなかったのは、セリーグでは広島と阪神。パリーグでは西部、オリックス、楽天、昨季横浜 DNA から契約の更新をされなかったネフタリソトが、今季ロッテに移籍して打率点269、21本塁打、88打点と V 字回復を見せた例もあり、セカラパへと環境が変われば、の期待があるが、今のところパの球団も、 2度のベストナインゴールデングラブ賞を獲得しているビシエドに興味を示していない決定的な理由があるという。